はい、KTC 放送局の健太店長です。こんばんは。はい、気持ち悪い格好ですねすいません、まあなんかね、前回の動画のコメントに帽子取れ、マスク取れ、サングラス取れ、服着替えろね、なんていうコメントが来たんで、よし今日はじゃあ帽子取ったろう、服着替えたろうと思って、まあこんな感じになっちゃってるっていう感じなんですけど、マスクとサングラスはすいません、仕事の関係上ちょっと、まあ身元がバレるとちょっと最近あんまりよろしくないんで、ちょっとマスクとサングラスは最近取れないんですけど、帽子はね、ちょっと坊主の伸びかけで、帽子も正直ね、ダサいからあんまり取りたくないんですけど、しかも今日ね、帽子ずっとかぶってたんで、まあ髪の毛こんな変なのっちゃってるけど、そう、伸びかけなんですよ。で、服はね、なんかとりあえず、あまり、なんか、なんでもいいやと思って撮ったのが、これだったんですよ。本当にピッチピチ気持ち悪いんだけどね。バルクアップ前に買ったやつだから。はい、そんなこんなで、ごめんなさい。またリッキーさんとね、ワイザーくんのディスの話なんですけど、またかよってうんざりしてるリスナーさんいると思うんですけど、結構ね、反響が結構大きくてというか、動画はね、ツイッターでもね、そうだし、インスタのメッセージもそうなんですけど、もっとヒップホップの動画出してくださいとか、もっとそのなんか、ワイザーさんとね、リッキーくんのディスの、進捗みたいな動画出してくださいっていうね、結構ね、そういうメッセージが多くて、あらまと、じゃあやるかいっていうね、やれって言われたらやるよっていう、感じで、で、しかもね、聞いてよ。なんかもう最初の動画で、いやもうリッキーさんとね、ワイザーくんもディスとかもうどうでもいいっすよって、誰か誰とね、ディスしようが、ね、別にどうでもいいっつったの俺。ね、って言っといてなんなんですけど、あらら、落ちたね。なんだかんだで俺結構インスタね、ライブとかね、あの後ね、見ちゃってるんすよね、リッキーさんの。なんていうの、結局俺結構気になっちゃってるみたいで今。なんかね、もうまんまともリッキーさんの手のひらの上か、手のひらの上で踊らされちゃってる感じですね。もう手玉に取られちゃってます、もう。もう一リスナーになっちゃってる、森今だって。なんか、なんだかんだで、ね、どうでもいいとか言いつつ、ちょっと結構今後の展開が気になる感じになっちゃいました。というのもね、なんかカンさんとかもちょろっと噛んでるし、大好きなんで僕はね、もう僕の中の英雄とかヒーローなんで、で、芦沢くんでしたっけ、K1 の。K1 のじゃないんですけどね、もともとあの人。あの人強いんだけどね、本来は。はい。なんか、すげえ、インスタライブとかだとね、コメントで見ると、なんか、弱え弱えって書いてあるけど、いや、強えよっていう。まあ、いろいろ噛んでて面白いんで、見ちゃってます、僕も。結局気になっちゃってるんですよ。はい。ほんでね、この間の最、なんか2個目の僕のそのリッキーさんとワイザーくんのね、ディスについての動画の、出した後っていうかね、動画の撮影した後に、リッキーさんがワイザーくんをディスした曲出ちゃってるんですね。はい。ね。俺が動画撮った後にで、ね、その曲がどうやら発表されて12日 ?4 月12日かな。はい。俺が動画撮ったのが多分11日とかなんですよ。で、その後に出てて、で、その後に俺が動画を公開した感じだったから、タイミングまあ悪かったなと思って。ディス曲出てるじゃんっていう。もうなんか、ね、収束すんのかななんて言ったそばからも出てんじゃんっていうね。なんだ、ちょっと待って。You Can Get Again ね。リッキー、バドサイのね、曲で、You Can Get Again っていう。ワイザー君をですね、まあディスしたと思われる楽曲が出ましたね。発表されましたね。しかもさ、それがまた結構イケてるんすよ。ねえ、やっぱリッキーさん別にちょっと今最近ね、いろいろインスタライブばっかり取り沙汰されてるとか注目されてるけど、本来楽曲かっこいいっすからね。だからちゃんと曲作っちゃうとああなっちゃうの、かっこいいんですよ。ね、で最近ね、ちょっと勢いがあるね、バダサイさんとやってるわけでしょ。で、かっこいいのよ、その曲、そのディス曲が。まあもう間違いなくワイザー君のことをディスってるだろうっていうね、曲なんですけど、ね、なんか、他人の真似したね、曲で武道館立ってとか、ね、そんなんでなんかガキを騙してとかね、ロレックスつけちゃってとかね、いろいろまあそういう痛烈なね、
ディスをしてる曲なんですけど、うん、あの曲かっこいいんですよ、それがまた、あ、完成度が結構高くて、うん、これはさすがに多分ワイザー君も多分これここまで来ちゃうともう曲で返さないとさすがにちょっとダサくなっちゃうのかなっていう、そのリスナー目線だと、うん、まあそうっすよね、一リスナー目線だともうディス曲が出ちゃったっていうか、こんだけかっこいいディス曲出されちゃったらこれはもう曲で返すしかなくなっちゃったんじゃないかなっていう、もうここまでここまでね、ちゃんと絵を描いてたんだったらリッキーさんって結構頭いいのかなとか思っちゃったり、だってもうね、このなんかもうリッキーさんなんていうの、もう本当にインスタライブばっかりでごちゃごちゃ SNS 上でもうごちゃ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 言ってるだけで、でも片やワイザー君の方はあんまり相手にしてない感じでね、ちょっとツイッターでなんか長文の文章を書いて、それぐらいの返答だったじゃないですか、反応もね、なんでなんかもう最初の僕も含めですけど、なんかもうリッキーさんがちょっと話題性っていうかね、まあまあ言い方悪いけど売名行為とかさ、そういうのでなんか騒いでるだけで、あんまり年下のね、相手されてないような感じで、あ、年どれくらい違うんだ、わからんけど俺、同じなのかな、年そんなことないよね、俺年齢詳細よくわかんないんだけど、とりあえずまああんまりもうリッキーさんが相手にされてない感じでね、でみんなもやっぱりなんだよリッキーみたいな感じでね、お前はラッパだったらラッパらしく曲で返せよとかね、そういうコメントが目立ったんですけど、うん、うん、まあ俺も確かに SNS 上でなんか騒いでるだけで、なんかまああんまかっこよくないなって、これ以上あんまやんない方がいいんじゃねえかなと思ってたら、こんなかっこいいね You can get again、 こんなかっこいいディス曲出しちゃうんだもんっていうね、タイミングがいい、うまいっすよねみんな完全にもうなんだよリッキーってなったところでこんなかっこいい曲出しちゃうっていう、いやーこれね、ちょっと俺今後気になりますわ、さすがに。多分そこまで別に僕も思い入れないですけど、まあ地元がまあ一緒なんで一応、バッドホップのワイザー君がもう多分ディス曲出さないと、こうなんかもうね、いけなくなっちゃったのかな、流れ的に、うん、ここでもこれでもあえてなんかスルーするっていうのもなんかどうなんすかねっていう風になっちゃいますよね、ここまで来ちゃうと、もう、うん、曲で返すしかないんじゃないっていう。で片やその K1 だかなんかその格闘技の芦澤くんとはなんかどうやらやったっぽいっすね、ねインスタライブ一応新しいの見たらなんか目固めなんかねあれしてて、なんかカウンターパンチ入ったとか言ってね、やっぱりストリートの、カンさんがね、やっぱりストリートのパンチは格闘家には通用しなかったみたいなねストリート出身の格闘家には通用しなかったぜみたいなこと言ってて、あれなんかまあ非公式にね、そこはちょっとプロなんでやっちゃうとまずいんで、大々的にやったぜって言っちゃうとまずいんで伏せてるっていうか、なんかふんわりしてたけど、あれやったっぽいですかね、どうなんですかね、あれよくわかんないんですけど、なんか怠慢っていうか軽くやった感じなんですかね、綺麗なカウンターパンチが入りましたとか言ってマジ強えとかやってやってたけどね、えあれはやったんですかねでもよくわかんない、カンさんがねえ何これ役者のオーディションなんて言ってたけどよくわかんないけど、なんか芦澤さんとそのリッキーさんなんかやったのかなっていう雰囲気の、うん、どっちかわかんないですけどね本当のところは、うん、なんかそんなのがあって、で結構わきあいあいしてたんで、うん、まあなんか芦澤さんとリッキーさんの方は収束したというか落ち着いたのかなっていう感じですね。で残るはワイザー君とリッキーさんの、曲の応酬がっていうかディスの方がね、うん、まだ収束じゃない、収束してないんで、残るはそっちだけですもんね、あとね、そのなんかやったのかなって思うね、インスタライブのじゃない方でさ、3人芦澤くんと、あ、もう俺くんとかさんとか結構定まってないんだけどさ、すいませんね、3人カンさんとリッキーさんと芦澤くんとあとマスターとかなんかいろいろね、なんかわきあいあいやってるインスタの時さ、結構カンさんに絡んでたけどリッキーさんね、えでカンさんもなんか結構ねいろいろ言ってたじゃないですかね、えミスター・ミートゥーとかねリッキーに対してね、ミスター・ミートゥーとかがいろいろ言って、
だけど、あれは菅さんも気に食ってないのか、それとも本当にむちゃくちゃ仲が良くて、もうあんな感じなのか、ちょっと分かんないですね。俺はもう本当一リスナーの立場なんで、全然ね、なんていうの、関わりがあるわけじゃないから、見てるだけだと分かんないですね。なんか、ちょっと菅さんもイライラしてきたのかなっていう感じなのか、それとも本当に仲良くて、もうああいう感じ、もう年もすごい離れてるんで、なんかもう保護者じゃないけど、保護者とね、その、なんか、なんていうの、憎めない後輩みたいなさ、そういう風にも取れるし、どうなのかなと思って、まあ、それも今後ちょっと見ていこうか、ね、見守っていこうかなと思うんですけど、まあ、あとはその、やっぱ曲ですね、楽しみにしてます。はい。でね、まあ、そのディス曲出て超かっこいいなって思って、それよりもね、このリッキーさんとワイザー君のディスがね、だんだん加熱してきて、まあ、一時なんかワイザーさんに向かってなんか言いたい放題言ってすいませんでしたみたいなね、節もあったんで、なんか、あ、もうこれ収束するんだなと思ったんだけど、ね、曲出して、曲でディスって、よくわかんない。この後どうなるんだろう。まあまあまあ、でもワイザー君が、多分曲で返さないとちょっとダサくなっちゃうっていうか、ダサく見えちゃうんで、多分返すとは思うんですけどね。そう、ほんでね、最後にこれだけ言いたいんですけど、まあ、こんな感じ、今話題になってすごいディスが今ね、ビーフがすごいちょっと白熱してとか熱くなってきて、でちょっとね、今さっきなんですけど、ショーっているじゃないですか、ラッパーの。全然関係ないんだけど、坊主にヒゲのね、ボボボボーズっていう、ね、なんか薬物はやめろの翔さんいるじゃないですか。あの人が、新曲っていうか、あれ発表して、黙れっていう曲を発表したんですけど、お、なんかこっちもこっちで、なんか誰かとディスっていうか、ビやかちょろっとなんかよくわかんないけどやってるのかなと思って見たら、やばいっすね。もう、その曲聞いたらですね、その翔さんの黙れっていう曲、それ聞いたらね、もうリッキーさんとワイザー君のビーフとかね、もうね、もう一瞬どうでもよくなるぐらいのね、すごい曲でした。はい。もうぜひ聞いてほしいっすね。もうリッキー、ワイザー、どうたらこうたらって言ってる人、ぜひね、ちょっと箸休めに 箸休めって言うと語弊があるんですけど、でもその翔さんの黙れっていう曲聞いてください。もう開始20秒でね、そのミュージックビデオの開始20秒で、あ、これも多分これ神曲だなと。もう分かりますよ。予感がしますよ。で、20秒過ぎぐらいからだんだん始まるんですけど、曲がね。もうね、すごい。想像のね、3、4倍の高さをね、ピューンって飛んでいくぐらいの流れ星っすよ。ああ、もう、すべてどうでもよくなるぐらいのね、曲でした。もうそれで今興奮してるんですよ、俺今。こいつはすげえなと、やっぱり。ショー、AKA なんだっけ？ショータイムでしたっけ？いや、すごいね。なんかもう全部をもう無にする力を持ってるっていうか、もう、ウノで言ったらワイルドカード、もうトランプで言ったらジョーカーみたいなね。なんかもう、遊戯王で言ったらもうエクゾディアですよ。もうなんか全部なしになっちゃうぐらい。もう何が何だか分かんないですよ。もう、リッキー？ワイザー？みたいな。芦沢？みたいな。何それ？ショーだろ？ってなっちゃうぐらいすげえ曲でした。はい。ね。というわけでね、もう、リッキーさんとワイザーくんの、ビーフ、の、ちょっと、なんだろう。それに疲れちゃったという人はね、ショー AKA A タイムじゃない、ショー AKA ショータイムか。ね、坊主にヒゲの人の「黙れ」って曲をね、ぜひ聴いてください。はい。ショー、黙れって書いてますね。これはすごい曲です。はい。ピザラブと、ショーに、ね、箸休めで注目しましょうっていう。ね、個人的には、冗談抜きで言うと、アナーキーさんの、なんだこれ、Where We From Futuring T. Pablo ね。この曲が最近だと一番俺は、最近っていうかここの数日間だと、すげえ良かったなっていう曲です。はい。
そんだけですね。うん、まあちょっとまあ見守っていきましょうね。次ですとワイザー君のディス曲が来ると思うんで、それを楽しみに、見守っていきたいと思います。はい、すいません、そんな感じでね。またツイッター等でまたリクエストなんかください。動画のヒップホップ関係じゃなくてもいいんで、っていうか動画のね、コメント欄で動画の説明欄にツイッターとか公式 LINE の URL あるんで、ぜひフォローしてください。動画のリクエスト等受け付けてますんで。はい、というわけで、ケイダテイジョでした。さようなら。